今回は小田原の城山頂上付近にあるカフェバー。この隠れ家的スポットで絶品グルメやスイーツ、コーヒー、お酒まで楽しめちゃう、そんなお店のお話。さらに今回は視聴者特典も。お店があるのは小田原市城山の山頂付近。行き方は何通りかあるけど、一例をご紹介。小田原駅の新幹線側の出口を出て、まずは小田原市城山陸上競技場を目指します。お店のインスタグラムに住所などがあるので、まあ Google マップで調べたりしてもいいんですが、ちょっとルートによって結構狭かったりするので、まあ、一応一番広めの道をご紹介します。さあ、城山競技場入り口を入っていきます。道が細くなる手前で左折。ここから一気に上がっていきます。そして右手に見えるのが陸上競技場ですね。こちらがで、これをさらに上がっていきます。で、登り切ったところで右折。この道はですね、この先に城山公園なんかがある場所ですね。あと慰霊塔とか、まあ大きい車や初めて来られる方はここら辺駐車場になっているので、この辺で駐車してここからは歩いて行った方がいいかもしれないですね。ちょっとこの先さらに狭くなるので。で、だんだんと森の中に入っていきます。結構この辺は散歩コースになってるみたいで、歩いてる方いますね。そして総構えを過ぎると Y 字路に当たります。ここを右折していくんですが、ここからはですね、結構狭いんですね。でもまあ宅配トラックが通れるくらいの広さはあります。いや、ちょっとフロントガラスが汚いですね。すいません、洗っとけばよかった。まあでもまあいい道っすね。これ散歩には最高なんじゃないですかね。で、こんな場所にカフェなんかあるのかって不安になりますよね。そんな不安になった頃に到着したのが今回の目的地。こちらですね、看板がある。今回ご紹介するのはこちら、カフェ CHL。 かわいい看板。周りに民家が数軒あって、あとは畑と大自然が広がる気持ちのいい場所。こちらの2階の方にお店があります。この店もね、なかなか初見では入りづらい、紹介のしがいがあるお店ですね。では早速入店。はい、いらっしゃいまし、いらっしゃいまーし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。つっくんです。この見るからに陽気な方が店主のつっくん。結構ふざけたりしてるんですけど、まあ普段はねちゃんとしてるので、あまり気にせずご覧ください。本日はどういったご用件で？ちょっと YouTube 撮らせてください。それはまあ仕方ないですね。まずはいろいろありますね。そうなんです。コーヒーとお茶、ジュースもあって、お酒もある。まずはまあテキーラ。すいません、ホットコーヒーで。ホットコーヒー、かしこまりました。今2種類ございます。おい、すっきり爽やか、ブラジルとタンザニアですね。こちら、これがまあバランスのいい豆ですね。で、もう一つはちょっとワイルド志向で、インドネシア、ルワンダ、
ナンバー115。よくわかんないけど、ワイルドでお願いします。ワイルド。この酸味と、まあ、豆の香りとか、本当にこうザ・ワイルドだぜっていうのがよろしいですか。それぜひ、はい、お願いします。少々お待ちください。じゃあ今日は特別にバットマンのファイヤーキングですよ。ファイヤーキング、ちょっと海外に長いこといたんで、僕は向こうで集めたコレクションのうちの一つ。どこ住んでた？ちょっと言えないんだけど。言えない言えないことはない。サンディエゴ、カリフォルニア、ユナイテッドステイツオブアメリカ。おー、はい、何言ってたの？ちょっとぼーっとカメラマンでしょ。ぼーっと17年ほど。17年みたいな。気づいたら最初学生ですよ。でも学生で入って、うん、でカレッジ卒業して、でまあ就職したんだけど、なんか面白くねえ仕事だったから、貿易関係ので、やりたいことやりたいなと、まあちょっと休業休職というか、ついでやめちゃえと。で出会ったとある有名なフォトグラファー、アメリカ人の、その人がアシスタントを探してて、お、面白いんじゃないかこれ。そう、それで僕はもうそっちの道に入って、でアシスタントからカメラマンになって、でまあ映像だったり何でもやりますっていう、まあ、カリフォルニアだったから、何そのハリウッドとかさ、あっちの方での撮影とかもあったり、映画とかはやってないけどショートムービーを撮ったり、そういうことは全部やった。まあ、結構いろんな経験させてもらって、気づいたら小田原に流れ着いたら小田原だった。アメリカでのカメラマン生活は楽しかったものの、逆に楽しすぎてダメになってしまうと感じたつっくんは帰国。フリーのカメラマンとして日本で活動する中、ある転機が。今はもうお店やってないですけど、カフェクーっていう、あの白山のちょっと下ですね、ここの、そこの、お店のオーナーからちょっとやってみねえかという形で、まず美味しいコーヒーを入れ、これから始まったのが小田原ですね、僕の。うまい、ワイルド。うまい。そうなんです。うまいんです。うまい。コーヒーはちゃんと学びながらこういろいろとやらせてもらって、まあ閉店を迎え、自由になったから今度またどうしようかな、どうしようかな、何しようかなって思ってる時に、ここの知り合い家主が、いつかここで飲食やりたかったんだよねっていう願いと、はい、人の集まる場所、コミュニティ、そういったものをなんか夢見てる人で、多忙な人だから、その人は何もできないから、じゃあ代わりにどうだっていう形で、今こういうふうにちょっとずつ、城山山頂で、そう、山の上だからね、本当に。いや、めっちゃ海見えますね。そう、もう環境もう最高ですよね、うんうん、もうだから最初ここ来て、こんないい場所マジかみたいな、うん、ここはもともと家だったってことですか？これ2階、ここは40年ぐらい前にお好み焼き屋さんだ。ここで？ここでそう、この場所は約40年前、周辺の学生や地域の方が集うお好み焼き屋ちひろ。こちらね、知る人ぞ知る名店だったそうです。でまあ、ここの家主が、いや、やるんだったら千尋って名前でやってほしいよなって言ったけど、さすがにカフェ&バー千尋は昭和感すげえんじゃねえかと、ちょっと昭和感と言っても、僕もなんかこういうこの名前でやりたいとかなかったから、それっぽく CHL千尋みたいな感じで、読める人には読めるし、なんかよくわかんないけど、なんだろうっていう話のネタにもなるから、そう。かわいいっすね、これ。こちらはですね、
私のデザインした。あ、ちょっとないですか。はい、CHL、うん、まあ元は100年ぐらい前のなんかのポスターで使われてたのが大体の大枠であるんですけど、でこの真珠の耳飾りの女の子、ターバンの女をじゃあちょっと変えてやってみようかと、まあ遊びでやったついでだと思います、うん、まあ一応その写真とデザインとその辺がまあ僕の本職のはず、のはずだけど今なんかこういうことしてるっていう。だから別に今でもそっちをやらないわけじゃなくて、うん、もちろんもちろんやってます。依頼があればやるっていう感じ、はい、フリーランスでそのまんま続けて、で好きなことはこうやってデザインだったりいろんなもの、まあここ飾ってある写真たちだったり、はい、頼まれたらまあファミリーポートレートも撮るし、お祭りごとがあったらそこに忍び込んで、はい、ドキュメンタリーっぽく撮ったり、そう、そういうのがまあなりわいなのかな。外の看板もそうです。外の看板もロゴも、まあステンシルでちゃんとこう切り取って、まあ、バンクシーじゃないですけど、ブワーッて最近できたんですけど6月にオープンだから1年近く何もなく、まあ周りの人たちからやってんのか分かんねえぞと、本当になんかあるのかっていうような心配をされたんで、じゃあいい加減やりますって言ってようやく。犬好きなんですか。犬大好き。いつか飼いたいね。こちら犬 OK なんでしたっけ。入ってよくぞ聞いていただきました。犬バッチリ OK です。人より犬の方が来るすいません、大人2人と犬4匹ですかみたいなそういうのもあるね。ここら辺散歩コースとしてはね、すごくいいんですよね。そう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 、結構ね、来た犬にはウェルカムジャーキー用意してますんで、僕の手作りの、ワンちゃん専用の、まあ、ジャーキー作ってるんですか。ジャーキー作ってる。ちょっとまだオープン前ですけど、あ、なんか食べていいですか。そうですね、ぜひぜひ。気になるものがいっぱいあるけど、ラブリー、ラブリー、ラブリー、いく？ラブリーアミーゴタコス、ラブリーアミーゴタコス入りました。あとツナチキンボールも食べたいですね。あ、わかりました。それはもう任せます。ルルルルルルル、カメラをやってたから料理をちゃんとやったのがその食うからってことですか。いや、まあアメリカでもさ、自分で一人暮らしやったし、実家もう今はやってないけど、母親が昔から飲食をやってたもんで、うん、その影響というか、まあ常にね見て育ってるし、その忙しい時は手伝ったりしてたから、うん、まあそういう飲食に入るっていうあれは抵抗は全くない。ラッキーっちゃラッキーだったのかな。だからそういう出会いと経験、結構僕何回もこっちのお店来てますけど、はい、面白い方が多いですね。多い多い、うん、お客さんに支えられてますね。本当人に支えられて生きてる人生やなと思うぐらい、出会いとそういったものを大切にしながら、やっぱ人のつながりって大切やなって本当に心から思うぐらい、うん、うん、まあ、このお店のコンセプトとしてですけど、犬も飼い主さんのお客さんも子供も大人も楽しめる、こう言ったらね、コーヒー一杯で何時間いてもいいですけどっていうような感じのお店で、まあとにかく楽しもうよと、みんながこうハッピーになれるような場所っていうのを目指してやってますね。まあ、子供たちが遊べるようにそっちの棚の方にはお絵描きどうぞと、卓球もあります。そう、なんだったらそう卓球してちょっと待っててとか。ここでメニューについて気になっていたことを聞いてみる。ラブリーアミーゴって何ですか。ラブリーアミーゴはね、これ話すと長くなるんだよな。じゃあ食べたのにしようこれは今も忘れはしない、あのサンディエゴだ。
空は高く青く、海からの風が心地よく、ちょうどこの季節だったかな、家を出て、はあ、最高やここはと。サンディエゴってなんて素晴らしいんだ。昼下がりお腹も空いてきた、じゃあなんか食べようと、まずグランドアベニューを行くわけですよ。目の前の海の方に歩いていくと風がふわー、あーたまらんと、どんどんお腹が減ってくると、今日はどこの何にしようかと自分の中で思うわけですよ。例えばあそこ気になる店があったなと、グランドアベニューを右に曲がり、イングラハムストリートを右へ曲がり、あの店が近い、あの店が近いぞと、そこになんと僕の好きな女性がいたわけです。ラブリーアミーゴとはまさに僕の大好きだったあの子を思い出すという意味での、実はほろ苦い思い出、そして甘酸っぱい思い出がしっかり詰まったラブリーアミーゴでございます。あの子を思い出しながら、あの店の味を俺はここで作りたいと、皆さんにもこの味を、あ、その店の味、思い出の味を一応再現とか、まあまあまあ、アレンジというか、思いの方が強いな、思いと愛が詰まったメニューなんですね。ラブリーな、あの女の子を思い出して、俺はこれを毎回作ってる。そういう名前をとりあえずつけたらオリジナリティ出るじゃん。お客様は、コリアンダー、パクチー大丈夫でしたっけ？大好きです。大好き、いっぱい入れちゃいますか。お願いします。パクチー、あ、パクチー取りに行ってみよう。パクチーとかもね、自分でこう作ってるんですよ。へぇ、種から。ちょっと待ってね。はい、あれ、取りに行く。あ、取りに行きますよ。うわ、風すごい。この辺からバツバツいっちゃおうか。はい。おうおうおう。CHL の店先ではパクチーをはじめレタスなども作っている。さらに近くの畑にもお邪魔しますが、それはもう少し後で。今日は、ね、特別大盛りにしちゃう。 ありがとうございます。大好きですパクチー。大変そうだな。まあね、水あげて太陽があったらもう大概うまくいくからね。もうもりもり、はい、くっ、どうぞ。これがラブリーアミーゴタコス。いただきます。おいさあ、一応トルティーヤはコーントルティーヤを使ってますんで、僕が粉からこねて練って平らにして、普通のフラワーというか、その小麦だとやっぱりこう物足んないなっていうか、そのメキシコ感が出ないんですよね。アミーゴ感、アミーゴ感、アミーゴ感、あの子を思い出せない。お肉もうまいし、野菜うまいっすね。そう、できるんであればその地産地消ね、小田原のものをもっと使いたいなっていう気持ちで、それで小田原がもっと華やいだり盛り上がったりするんであれば願ったり叶ったりな、ね、うん、暑い日にいいっすね。なんかもうで、これでコロナビールとか飲んだり、ライムをキュッと絞るとやっぱりさらなるアミーゴ感、うん、アミーゴ感が、アミーゴ感、もうメキシコといったらライムですよやっぱり。うん、ライムいいでしょ。タコスを食べ終えたところで一旦外へ。ではこれから、CHL 農園の方へ農園ご案内いたします。どうぞ。こちらでございます。自生しているこれ夏目ですね。もうちょっとしたらあの実がなります。でこちらに見えるのが山椒ですね。すごく葉山椒もいい匂い、匂いかけますか。はい、これデジタルで匂いかけたらいいのにね。ね、うわ、すごい香り。これがかの有名な笹でございます。いらなくない？で、ここからこっちが、まあ、僕がやってるところなんですけど、はいはい、ちょっと今これ土を掘り返して準備中で、
これから唐辛子だったり、うん、あと、まあ、トマトもやるでしょうし、セロリ、あとは、まあ、パプリカ、うん、その辺をちょっとここら辺だったんだ。でこれは芋、ここに人参取れるかな。おお人参です。いいですね、本当取れたて新鮮野菜。なんとアスパラガスですね。アスパラ、はい、アスパラ人参最高でしょ。最高だ。こういう形で安心した食材が皆さんの元に届くというシステムを頑張ってみようかなと思います。素晴らしい、はい、こちらが、はい、当店自慢のようやくできた看板ですね。この時間に書いてあるプラスマイナスアルファっていうのは、まあ、僕の気分ですよっていうことを前面に出した。だいたいこのぐらいからだよっていう。だいたい、だいたいこんな感じだよ。プラスマイナスアルファの数字はまあ、うん、僕の気持ちなんでやっぱり。はい。畑から戻ったところで復刻ツナチキンボールの調理を開始。ツナチキンボールっていうのはですね、僕が20歳ぐらいの頃かな、あの一回アメリカ行ってまた戻りたいからちょっとまあお金を貯めて、でまあバイトしてっていうような時代ですよ。横浜だったんですけど、はいはい、そこのお店でこう人気商品だったのがまずこのツナチキンボールっていう、本当にこんなうめえもんあるんだっていうのを僕はその時初めて知って、これはちょっとアメリカでも自分で食いたいなっていう思いがあって、うん、でその先輩社長にね、まあ、誠さんっていうんですけど、誠さん見てますか誠さんがまあ、そのレシピだなんだね、やっぱり持ってる人だから、すいません孫さん、俺ツナチキンボール食べたいんですけど、オニオンソースの作り方教えてもらっていいですかつって、オニオンソースの作り方をまず教えてもらったのがアメリカでのツナチキンボールスタートですよね。でいざここでお店やるってことになった時にやっぱりこれ出したいなと、でその孫さんにまた電話して、すいません、お店やるんですけど、ツナチキンボール出してもよろしいですかと、この名前のまんましかも使っていいかということを聞いて、おいいよと快く快諾していただき、ちょっとアレンジを加えて聞いたレシピよりもちょっとコクのあるオニオンソースにしていますね。一応その出汁を取ったりだとかで、まあ、配合もちょろっと変えてより美味しく食べていただけるようにしたのが当店自慢のツナチキンボールでございます。おおす、まずまずしていただきます。うん、うん、抜群にうまい。抜群きましたね。まあ美味しいものやっぱ食べたいよねっていうのがもう基本ですよね、うん、で自分がやっぱお客さんで来た時にうまいもん食いたいもん本当にうまい。ここでお店の人気メニューをご紹介します。あ、これちなみにアイスコーヒーをドリップしてるんですね。ちょっとまだ下出てないから、はい、もうちょっと後の方がポツポツなっていいかもしれんけど、ソーキングってちょっと全体を湿らせて、で落ちる準備を今してるところですね、はい、こちらのアイスコーヒー、果実味を感じながらもすっきりとした味わいで、まさにアイスコーヒーのためのブレンドって感じですね。何を偉そうに言ってんのか。でもこれをホットで入れるとそんなに美味しくないみたいです。これからの時期ぜひ。さらにやっぱ人気商品がこの花氷、まあフルーツかき氷ですね。小田原の蜂蜜とフルーツを
一緒に固めて、それをかき氷にする。これはね、ぜひね、一回食べてほしい。さて、オープン時間が差し迫ってきました。ここで店主のつっくんから、このチャンネル見た方は漏れなく僕のハグいらん、そのハグ以外ない。これは何か、じゃあサービスしましょうか。いや大丈夫です、せっかくだから。見たよって人にはなんかすごく温かく接してもらえればハグ、ハグかやっぱハグや。まあまあハグに最後は投げキス。投げキスなんですねフレディ・マーキュリーバリー強い一応もうオープンなので、ありがとうございました。お待ちしておりますつっくんですということで、小田原の城山にあるカフェ&バー CHL、 いかがだったでしょう。美味しいご飯と美味しいコーヒー、すごくいい時間を過ごせます。景色もいいし店主も楽しいしね。それでは CHL オープン